皆さんこんにちは。スピリチュアルカウンセラーの片山田津子です。前回の動画で4万人登録者数がいきましたということで、次回皆様からの何か私への質問ですとか、何かスピリチュアル的になんかちょっと軽く答えられるものであれば質問を募集しますということをお声掛けさせていただきました。そして私がね、一言、一件もなかったら寂しいですってちょっとつぶやいたんですが、実際どうなんだろうと思いながら当日ね、配信した後お待ちしておりましたら、夜中からすごい勢いで質問がメールに届きました。すごい量でびっくりしました。私入っても数件なのか、私に何か聞きたいことってあるのかなとかね、本当なかったら本当にちょっと寂しいなとか思ったりしたんですが、まあ、今回スピリチュアルのことについても何か簡単に答えられることであればお答えしますよって言ったこともあったと思うんですが、すごい来ました。多分ね、件数ね、数えきれないぐらいだったんですが、何百件と、あ、300件いったかな。もうすごい量です。嬉しい、ありがとうございます。で、皆さんのね、感想も本当にご丁寧に書いていただいて、感想と質問事項をね、ありがとうございます。で、今からもうね、一個ずつ今日は皆さんからのいただいた質問に答えさせていただきたいんですが、あまりにも想像以上にたくさんありすぎて、もう1回では永遠としゃべり続けなければいけないので、何回かに分けてなのか、2日間なのか3日間なのか分からないんですが、とにかくあとは違うものをね、途中でお話をしたり YouTube 鑑定をしたりで、今日も質問に答えてきますとか、そういう形でやっていけたらいいかなと思います。では1つ目からいきましょうか。で、感想とかも皆さん結構書いてくださったんですが、全部読んでるとすごく時間かかってしまうので、それは結構割愛させていただくんですが、読み上げたいものは読んでいきたいと思います。皆さんからね、 YouTube 登録者数4万人おめでとうございます、これからも応援してますって言葉は本当に多くの方に言っていただき、ありがとうございます。とても嬉しく読ませていただきました。では行きましょうか。いつもいつも魂の学びに感動し心に響きます。トイレのことでご質問させてください。トイレには神様がいらっしゃるんですか？掃除をすると金運が上がるなど、とても気になっておりました。トイレのことで教えていただきたくご質問させていただきました。いつかタッさんにカウンセリング受けたいと思っています。直接お会いしたいです。タッさんご自愛ください。 NY 様からです。トイレの神様ね、歌にもあったように、トイレの神様いらっしゃると皆さんは思いますか？まずトイレに神様がいらっしゃるかどうかお答えしましょう。全員のトイレに神様がいらっしゃるということはないです。なぜかというと、いろんなところのお手洗いに入らせていただいて、神様がいるかどうか私は感じるからです。ただ実際にトイレに神様がいらっしゃる場所があります。すごいですね。もちろんそこはとても綺麗にしてらっしゃって、神様がいると信じてお掃除もしているんですね。で、あるお店に行った時に本当に神様がいらっしゃって、お店の方がおっしゃったんですよ。タッさん分かりますかって、うちのお店のトイレには神様がいるんですと。タッさん今からお寺に行くなら見てきてくださいと。私は嘘をつかないので、いなかったらいないとお伝えしようと思っていました。実際に入って本当にいらっしゃいました。そこは商売繁盛しておりました。本当に綺麗にしてらっしゃって、もうあったかい、実際にあります。で、よく今の話の中でもトイレをね、掃除をすると金運が上がるとか言ってる方多くいらっしゃいますよね。松下幸之助さんとかはよくおっしゃっています。芸能界の方でも多くの方がそういうことをね、言ってらっしゃるんですが、実際にどうなのかというと、トイレのお掃除をするから実は金運が上がるんではないんですよ。がっかりしないでください。その自分の誰も本当は触りたくないとか、ちょっと汚いところかもしれないと、そういうふうな認識のところも、そこに愛情を込めて感謝を込めてお掃除させていただきますと、日頃の感謝を込めてさせていただきますと、
その心が大切だということです。もちろん神様がねいらっしゃることがあるので綺麗にするととてもいいんですが、機運が上がるとか商売繁盛するとか会社とかお店とかね、じゃあ綺麗にお手洗いを掃除するといいですよというのは、やったから機運が上がるんではなく、その心でおトイレをね掃除するその思いと行動が他のお客様や従業員や仕事に対する姿勢とかが前向きに、そして感謝しながら、お客様のこともしっかり考えながら、そうすると心もクリアになって、今日一日精一杯させていただきますと前向きな気持ちになるんですね。そこがポイントなんです。そうすると運気が上がって、そのお店もその従業員もスタッフも気分よく気持ちよく、何か散らかってるお手洗いに入ったお店、皆さんは次回行きたいと思いますか？ちゃんとされてないなと思いませんか？不潔だなと思いますよね。でもそれが会社の中であって見えないところだったとしても、逆に見えないところへも意識がいって綺麗にする心があれば、お掃除はその場を綺麗にしているんですが、ご存知ですか？実は心を綺麗にしています。心を磨いています。だから機運が上がるとか商売がうまくいくとか、でも実際本当に神様がそのことでここに宿るということがあるので、お手洗いはお掃除した方がいいですよ。ここで気をつけなければいけないことは、お手洗いだけですかということです。もちろん他のところもそうです。ただ人が用を足すところで何か好んでやりづらいところでもありますよね。でもそこも喜んで感謝するというところに、いろんなプラスなことが動くということです。とてもいい質問だなと思いました。なので採用させていただきました。次行きましょうか。すごくいい、こういうことっていいなと思います。次ね、これたくさんありました。タツさんの肌がとても綺麗なので、どこの基礎化粧品を使われていますか？今回の、質問内容で私のことにお聞きしたいっていう内容のナンバーワンかな、基礎化粧品とか何か使ってる化粧品とか何かいいものありますかとかっていうことをね、私からそのお化粧のことをねお聞きしたいんだと思って、何かちょっと嬉しくなりましたね。私はどうやって基礎化粧品とかお化粧品のねその道具を選んでるかというと、多分こういうことも若さの秘訣というのか、今、48歳でもう少しで49歳になります。今年40代最後の年になるんですが、私娘がいて、娘が今21歳なんですね。娘と、まあ息子もいるんですが、すごい仲良しなんですよ。で娘とはもうお化粧品の話とか、ファッションの話とか美に対してのお話はすごくします。私がいつも心がけてるというのか、子供たちは本当に正直に言ってくれるので、ママここがこうなってるよって本当に正直に言います。でその中でいつも美についてお話をして、娘と特にお化粧品を買いに行きます。で私流行りとか調べてる時間もないし、私そういうのを検索したりも全然しないんですね。若者たちのその意識ってすごい高いと思いませんか？私はもうこだわりはないんだけど、娘がいいと言ったものを実は全てほとんど同じものを使っています。ただ骨格がちょっと違ってたりとか、私のファッションにちょっと今日はこれだなとかって思うのが微妙に違うんですが、大体同じものを使っています。そうすると夜はしっかりパックをしないでね、寝るとね、娘がパックしないとダメだよってどん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 置いた時に後で結果が出るよとか言われるんですよ。そうするとそっかってパックもしています。そして化粧品とかも本当に口コミで、今回私化粧品とかを紹介する人ではないので、メーカーとかはちょっと今回は避けさせていただくんですが、いつかでも伝えてもいいかなって言った時にはお伝えしましょうか。今ね
すごくいいものを使ってるんです。それは口コミで今すごく人気で、あの皆さんから支持されているものって娘が言って、一緒に買いに行って同じものをつけているんですが、それがねすっごくいい。あの化粧、お化粧がよれないし、うん、私の肌にもすごく優しく合っていますし、見た目がいいそういうのをね、実はものすごい娘が研究しているのを一緒にやってるって感じかな。そうすると息子がそれを見て、あのこうだよこうだよって男性目線でも言ってくれるんですね。あとはあのお洋服の好きなタッさんの洋服見てると、いつもいろんなお洋服を着てすごくファッションについて聞きたいですっていう方も多くいらっしゃるんですが、好きなブランドは何ですかとかすごく今回聞かれたんですが、その実はお洋服も娘と、21歳の娘とあの共有して使ってるお洋服がたくさんあります。なので娘と共通の洋服が着れるので、体型とかも何か共通のものをずっと着ていたいなと思うので、体型もずっとこんな感じですかね。でもうね、2人で今日これ借りるねこれ借りるねって21歳の娘が着てる洋服を着たりもします。でも好きなブランドはあのね、もう全部が全部じゃないですよ。あの本当に数枚持ってたりとか、たまに入っていいなと思ってあの買ったりするのが、ヴィトンとかグッチはものすごい好きですね。ここは結構頻繁に入ったりとかします。だからっていっぱい持ってるわけじゃないんですが、そこの2点と、あとあのジーンズをよく履くんですが、ディーゼルはすごく好きですね。かっこいいなと思って。であのね、ネットとかでもあの今シーンとかあるじゃないですか。本当にいろんなものをあのいいなと思ったら買わせてもらってるんですが、何か安いのにものすごい可愛いものとかネットで売ってるじゃないですか。それも結構買いますよ。で娘とね、あだのこうだの言いながらね、外に行けない時はネットで商品を買ったりとか、あとユニクロにももちろん行きますよ、うん、なんかいいものとかあったかいものとかも、あとヘアリーとかも結構ありますかね。あとあザラがねかっこいいじゃないですか、うん、なんかああいう感じとかすごい好きで買っています。でも私、ね、あんまりこだわりがないので、本当に百貨店とかデパートとか入った時に、あなんかいいなと思ったら手にして、うん、もう気に入ったら結構すぐ買っちゃったりとかします。ポイントはどういうものを私は選んでるかっていうと、今日は黒の、あの洋服なんですが、かっこいいなっていうのと綺麗だなっていう、なんかシュッとしてる感じとか結構好きなんですよね、うん、だからあんまりふわっとしたものとか、なんかふわふわ、うん、なんて言うんだろう、あのお嬢様みたいなそういうお洋服はあんまり着ないですかね。たまにフリフリのものとかをあえて着たりとかするとなんかいいなと思ったりするんですが、うん、めったに着ないですかね。結構シュッとしてる、結構ラインが見えたりするものとかも着たりとかします。私、皆さんはいつも YouTube でねご覧になってるので、私の背丈の感じとかあのスタイルとかあんまりよくわからないかと思うんですが、私結構身長が高い方なんですね。すごく高くはないですが、でそうするとであのぺったんこの靴とかもあまり履かないので、そうすると結構高いんですね。あの身長があって、なんかボテッとなんかホワッとしてる洋服を着てしまうと、ものすごい大きな人に見られるのがちょっと嫌だなと思うので、結構あのシュッとするような綺麗かっこいいかっこ綺麗、うん、なんかそういうお洋服を探すことが多いです。あとはパッとするような色合い、今日は黒ですが、何か本当に、うん、パッと明るい色合いとか、あとかっこよくバラがあったりとか花柄があったりとか、うん、すると買っちゃうし、あとはヒョウ柄とかね、アニマルの、うん、柄とかがあると結構そそられちゃいますね、うん、だからなんか派手な色とかもなんか結構気になっちゃうんですよね。でもシックにそういうのも大好きです。もうとにかく洋服が好きすぎて、いろいろな洋服はいつも見てたくさん持っています。なので YouTube はできるだけお洋服がねダブらないようにと思ってはいるんですが、でも好きなものはねあのダブってきちゃったりとかするんですが、でもお洋服はこれからも
自分をねいい感じに表現できたりもその時の気分によっても作ることができるので、パンツルックもスカート の, あの衣装もいろいろ着ています。で次にね、好きな芸能人とかファンだなと思う方はいますかって。でここで、タスさんは音楽とか聞くんですかって書いてあるんですが、これね共通してるので一緒に言ってしまいますと、大好きな歌手がいます。その方はすごい照れるんですが、すごく本当に素敵だなと思います。歌も大好きなので好きな曲もお話をすると、バブルガムブラザーズのブラザーコンさんもし見てたらすごい照れてしまうんですが、すごく大好きですね。結構ね、ちょっと怖い感じに見えるって思う人もいるかもしれないけど、すごくお優しい方で、すごく熱い方で、温かい方で、恐縮なんですがお食事を何度かさせていただいて、共通の知り合いとかご縁のつながってる人がすごく多くって、そこからのご縁でお話をさせていただいたり、お食事を仲間とさせていただいたりとかして、本当に人柄とあと男らしいところとかもうなんか全部キュンとしますねもう見てたらちょっと照れますが、好きなね曲なんですが Won't Be Long です。皆さんはもうねすごい大ヒット曲なのでご存知かと思うんですが、長くないんだよって、もうすぐだよって、あのメッセージが何か自分が辛い時とか大変な時とかにずっとは続かないんだ、大丈夫大丈夫だずって、何かいつもテンション上げてくれるような歌だったりとか、すごく嬉しい。それもね関わらせていただいている、よくしていただいている方が歌ってる曲なのですごく大好きで、いつも聴かせていただいております。コンさん見ていらっしゃいますか。で去年アルバムをリリースして、渾身というもの、魂を信じるっていうアルバムなんですが、私がいつも魂の話をしたり心の話をするように、コンさんはいつも本当に魂で物事を考えてらっしゃって、魂で歌を歌われて、なんか魂でいつもなんか向き合ってくださる、そのお姿がものすごい好きなのと何か共通項があるなと思うんですが、今回のアルバムでは本当にね大好きな曲がいっぱいあるのと、新しい曲も入っているんですが、最近もうずっとそればっかり聴いてますね。もし興味のある方はお聴きください。私のねプライベートで芸能人とかファンはいますかって、あんまりそういえばそういうこと聞かれたことなかったなと思って、もう私のことそんなことを知りたいのって正直思ったんですが、これ結構 いらっしゃったんですよ。だったら伝えてもいいかなと思って、本当にね Won't Be Long は本当にテンション上がりますね。頑張ろうと思います。もう私が、学生の頃から聴かせていただいてた曲を歌ってる方と知り合うことができて、もう本当に光栄です。これからもよろしくお願いします。はい、そしてここにねタスさんの彼について少しでも何か聞かせてくださいって書いてあるんですが、中にはタスさんと結婚してるんですかとか書かれてる方もいらっしゃって、 YouTube の中でも彼がこういう発言をしましたとか、なんかさらっと結構彼とか言ってるんですが、まず結婚はしてないです私。でも子供の話をするということは、まあ離婚をしました。そして今彼がいます。まあこんなことまで言うのもあれなんですが、まあとても本当に私なんかが、付き合わせていただいてて本当に、本当に嬉しいなと思う、とても素敵な彼と付き合わせていただいております。まあそれぐらいで、はい、次に行きましょうか。ああこれもねいい質問だなと思ったんですが、ティンシャ、魂を戻すティンシャありますよね。そのティンシャを持ってる方からの質問なんですが、ティンシャですが、自分の体調や、状態によってそのティンシャのね聞こえる音の感じって変わるんですかって、これいい質問ですね。これね霊感の体感能力がある方は
感じやすいですね。でももしかするとそういう力とかが低い方ももしかしたら感じるかもしれません。これはイエスなんです。天使の音はその時の状態によって何か聞こえが悪いな、何か聞きたくない音に聞こえてくるなとか、なんて心地いい音なんだろうと、そういうふうに聞こえる時があるんですね。私お客様にティン社のね使い方を教えるためにカウンセリング中にね鳴らしていただいたりとかするんですよ。ちょっと一回鳴らしてみてくださいって。波動が乱れてたりとかすごいネガティブな方にね鳴らしていただくと聞いてられないんですよ。すごく苦しい。私は霊感が高いのでその方が、まあ、もちろん喋ったらその人がもうすごく見えるんですが、その方が椅子をねグッと引くガサガサって音を鳴らすじゃないですか。それだけで性格が分かるし、歩いてる音とかでも分かりますし、書いてる何か名前書いてくださいって言ったそのカチャカチャカチャって書いてる音でも私は性格が全部分かるんですね。まあ逆にその何も音を出さなくても分かるんですが、音を出すとその方の質がそのまんま音に現れます。いい質問ですね。なのでティンシャシンギングボールもそうですし、音を鳴らすそうヒーリングのもので、何かいつもと違う感じがするな、何か聞こえが良くないなって言った時にはご自身の状態とか体調が悪かったりとかネガティブになってたりとか、もしかしたら霊がついてるかもしれないし、何か状態が良くない時です。覚えておくといいですね。でとっても心地がいい音だなって言った時にはいい感じになってきます。あとは初めと最後ね終わる時に音の質が変わってくる時もあるんですよ。初めはヒーリングしてる最中で良くない状態で、後になってくるといい状態になってくるので音の質が変わってきます。これが分かったらいつ自分が魂が戻ったとかいい状態になったとかがすごく分かりやすいと思いますね。なのでご自身をヒーリングしたいなって言った時には音をそうやって意識するといつか感じられる時も来るかもしれませんね。いい質問ですね。すごく皆さんの質問が何か的を得ていてというのか、ああこれってそっかそっかってお伝えしたら参考になる方が多いなと思います。次に行きましょうか。そうか、皆さんの、ペンネームですとかイニシャルとか全然お伝えしていなかったんですが、もう最後に名前が書いてあったりとかいろいろするのでほぼお伝えしないと思います。申し訳ないです。ただ今回ねもう初めに書いてあるのでちょっと言いましょうか。ペンネームメロティと申します。動画をいつも拝見させていただいております。ありがとうございます。例えば自分の家族や子供が元気がないなと感じた時に元気づけてあげたいと思うことが日頃からありますが、何気ない雰囲気でそっとヒーリングをしてあげられる方法とかってあるんでしょうか。いつかタスさんにお会いできてパワーチャージやカウンセリングを受けたいと思います。私のねパワーチャージとかカウンセリングを受ける前に家族や自分のねパワーがダウンした時でも素人の私がパワーを送ったり、スピリチュアルのやり方でベストに困難を乗り越える方法がありましたらご教授いただけたらと思います。ちなみに特に病気を患っているわけではありません。こういう内容です。これはいい内容だなと思ったのでこちらも採用させていただいたんですが、今ヒーリングって言ったじゃないですか。私はもう日頃から毎日毎日ヒーリングさせていただいて、不思議なことが起きて皆さんが元気になることをさせていただいてるんですね。何か今ねスピリチュアルのやり方があればご教授お願いしますってあったんですが、すごく優しい思いですよね。でもじゃあ今からそのヒーリングの方法を教えますって簡単ではないので、霊能力が必要だったりとかヒーラーさんがねいろんな思いでその遠隔でヒーリングしたりとかいろいろしてるのを素人の自分たちができる方法ありますかって、まずヒーリングしようとか思うことがないんですよ。大切なことは例えばお家で、一緒にじゃあ住んでるとしましょう。お家のお子さんがねイライラしたり悲しい発言があったりとかしたら親御さんはどう思うでしょうか。すごく一緒に悲しい気持ちになると思いませんか。
逆で、お父様お母様が何か旬としてたりとか元気じゃない姿があって、仕事で悩んでいたりとか、そんな姿を見たら、おそらくお子さんは言わないかもしれないけど、何かうちのお父さんお母さん今悩んでるんだなとか、仲が良くないんだなとか、何か喧嘩してなんか嫌な雰囲気が漂ったりとか、それがもしじゃあ一緒に住んでるとしてね、一緒に住んでるとして元気になるようなヒーリングをしてあげたいんですって、大切なことはいつもそばにいらっしゃる方がね、そのご家族でもその愛する人が元気で笑顔であって、自分のことを愛してくれたら、それだけでも実はパワーを送ることができます。難しくそのスピリチュアル的にヒーリングの方法を教えてくださいではなく、笑顔でニコニコしていてね、いつもそして頑張ってる姿が見えていて、その嬉しい気持ちが伝わったら、お子さんもご家族の方も何かその嬉しい気持ちを受けて嬉しい気持ちになりますよね。何かそれは職場でも、誰かイライラしてる人が一人でもいたら、はあ、なんかあの人今日イライラしてるんだなって思いますよね。はあ、今日あの上司はなんか機嫌が悪いんだなと思うと、こっちもなんかピリピリしたりとか嫌な気持ちになりますよね。一緒ですよ。誰かに元気を与えたいなって思う時には、自分が元気であることです。前向きであることです。いつも感謝あふれて、そういう心であることが実はヒーリング効果があるんだと思いますよ。あとはあのね、ヒーリングっていうとよく手当てっていうじゃないですか。本当に一番のこれヒーリングだなと思うんですが、手当てって手を当てることが手当てじゃないですか。でヒーラーさんとか私がやってることって、まさに処方ってこれなんですよ。何をやってるかっていうと、これだけでなぜあの医学的にまだではなくね、あの私はちょっと不思議なことができるので、こうやってやってたら痛みが取れたり本当にちょっとしたりするんですが、で触らなくてもできるんですけど、例えばこうやってね、あのお子さんがなんかここ痛いんだけどってこうやってやったら、お母さんがね、痛いの痛いの飛んでけとかってやったりするじゃないですか。私は小さい頃、母がねお腹痛いって言った時に、こうやって触ってパンとやったり、こうやってさすってくれたりとかね、背中さすってくれたりとかして、本当に痛みが取れるような感じがしたんですね。あれはなぜこうやってやったら痛みが取れた感じがするのか、落ち着いたりとかするのか、こうやってトントンされるといい気持ちになるのか、愛情です。愛情がヒーリング効果になっているんです。そしてじゃあそばにいなくて別々に暮らしているお子さんに、じゃあ何かヒーリング方法ありますかって、思いは飛ばすことができるので、いつも元気でいるんだよって心の中で優しい気持ちで思ってればいいですよ。そして LINE とかね、お電話でもお話ししたり、メッセージを送る時にでも、あったかい優しい気持ちで届けてあげる。そうすると本当にね、あのそれがパワーになったり、当たり前だけどするじゃないですか。ヒーリングできたらいいなって難しく考えないことです、ね、あのそれを大切にしてみてください。で困難を、ね、乗り越える方法ってありますかって、あのいつかね、本当にパワーチャージとかカウンセリング受けてみてください。潜在意識をいろいろ変えたりもしますし、いろいろ方法も教えるんですが、でも感謝です。全てにありがとうと思って、あの力になりますから、パワーもすごいありますよ。続きましていきましょうか。もういっぱい一つ一つに対して喋りたくなっちゃうので、ちょっと時間があっという間にこうやって過ぎたんですが、こうやってたくさん皆さんお聞きしてくるの、それが何百件もあるので、ちょっとお答えできない方も多くいらっしゃるかもしれないけど、気になったものはお答えしましょう。であと2つぐらいお答えしましょうか。動画の中で使命を見つける方法をおっしゃっている回があったかと思います。自分の得意なことを見つけること、その反対に自分の苦手なことを見つけること、それ以外に何か具体的に気をつける方法が他にもあれば教えていただきたいです。また自分が行っていることが使命だと分かる瞬間があれば、それも知りたいですと。よろしくお願いします。 K さんです。使命の話はよくされるんですが、もう本当にその使命を見つける方法とかって言ったね、動画でも言ったんですが、もう大切なことは没頭できるワクワクすることです。そして
難しく考えないことです。使命とは、これ好きな言葉なんですが、命を使うと書いて使命と読みます。何をやっていても実は私たちの使命なんです。そこに愛を込めて一生懸命させていただくことは使命を全うしてるんですよ。それをこれは使命じゃないなと思って適当に行ってしまったらもったいないです。皆さんがこれをやりたいと思ったことを一生懸命やれば、それも使命の一つです。そしてそこから時を経て、いろんな経験を経て、多くの人を救ったりとか、何か、じゃあお子さんの時間は仕事やってないじゃないですか、その時は使命を全うしてないか、そんなことないんですよ。お子さんが笑ったら誰かが笑ってくれてって、それもその子のいいところで、命を使ってみんなが喜んでくれる、もうなんと天使のような笑い方なんだろうと、その子が嬉しいと思って動かされる感情を大切にすることだと思います。とにかく目の前にあることが意味があって、使命だから一生懸命やるとか、使命に気づかないと一生懸命できないとか、そういうふうに思っている以上、一生多分使命には気づけないと思います。使命に気づいたらいいなではないんです。今意味あってたくさんのお仕事があって、たくさんの方々がいて、その方々と出会って、そのお仕事と出会わせていただいて、意味あってそのことをさせていただいていることの深さを味わうといいです。感謝しながら、意味あってこれをチョイスしてきたんだなと。そしたら自分の命をここに精一杯使わせていただきますと。そうすると使命が全うできると思います。その連続で、あ、こういうことだったのかと気づくんですよ。使命を知らないと頑張れないじゃないんです。この方もね、頑張れないとかそういうことを言ってないとは思うんだけど、使命を探してる間によく分かんなくなりますよ。今自分が一生懸命やってることは使命なんだと信じてみてください。そして一生懸命やるんです。ステージが上がった時に、こういうことかと経験した人だけが分かる領域があります。難しく考えず、人生は実はとてもシンプルですね、気づくといいですね、うん、だから私が霊能者が使命ってね、思ってる方いらっしゃるかもしれないけど、今までやってきたことを全部私は使命だと思っています。人が元気になれば、私はそれだけがすごく嬉しかったです。だから霊能者もしいつかね、辞めることがあったとしても、私が存在して誰かが喜んでくだされば、もうそれが使命だなと思っています。それが一緒に食事をして相手が喜んでくれれば、それだけでも使命ですよね。次行きましょうか。タッサの毎朝または毎日欠かさず行うルーティンは何でしょうか。この質問は、これもすごくありました。あ、そっか、ルーティンって知りたいんだなって思いました。特に朝やってること、欠かさずやってることありますかって。なんだろうなってあんまり意識してなかったんですが、でも絶対やってることがありました。絶対これはどんだけ忙しくっても、どんな時でも、私基本的にあまりルールを決めないんですが、絶対これやってるなと思う時は、思うことは、朝眠いじゃないですか、起きるじゃないですか、私目が覚めてパッと起きれないんですよ。すごくいつもなんか体がだるかったりとか、すごい眠いなって思うんですが、でもこのルーティーンってなんだろうなと思った時に、朝目が覚めることが、こうやって初めちょっと寝ぼけてたりとか、なんか眠いなと思うじゃないですか。でしばらくベッドにいるんですが、朝を迎えられたなって思うと、じわじわとなんか感動してくるんですよ。で感動してきて、今日も一日始まったなって思うと、子供がいる時には絶対素敵な挨拶をします。で子供たちがね、よく言うのは、テンション高って言うんですけどすごい素敵な挨拶を元気にします。でその時にやってるってどういうことかって、子供がいてもいなくっても、私は自分に対しても、なんか全てに対しておはようございますっていつも思ってるんですね。で何か朝から朝来たなって感動するんですよ。でなんかその後瞑想してますかって
ね、そんな話を多分するかなと思ったかもしれないけど、ゆっくり深呼吸しながら実感します。今日も生きてるなって、今日も精一杯生きますと、何かいつも心の中で私ね会話をしています。これがこの質問を見た時に、私ルーティンって何かあるのかなって思った時に、ああなんかすごい素敵な挨拶は絶対してるなっていうのと、毎朝あ感動してるって、なんか、ね、本当に感動するの、始まったって思うの。本当は疲れてるし何か眠いんですよ、でも始まったって、今日どんな一日なんだろうってワクワクもするし、なんかこの感動からスタートすると、うん、なんかすっごくいい一日ですね。で、空気をありがたく吸ってます。でも私の中では瞑想の時間とは思っていないんですが、そういうことを何かやっぱり感謝をもう自然としながら感動してる、うん、そんなこと本当にしてるんですかって、本当にしてるんです。すごく幸せ、朝から幸せですね。で、時間がある時にはパーチャージで教えているあのパワー上げることをやってます。でも結構毎朝バタバタしてるので、実はあれは朝のルーティンというか、会社に来てお店に来てやっています。だからもうテンションはかなり高い状態で朝は迎えてますかね。うん、なんかありがたいと思ったらそんな風になるかな。で、さっきそういえば言うの忘れたなと思って、食べ続けてるのはこれが肌にいいかとか、それはわからないです。でも大好きで絶対毎日食べます、うん、この話をしたのは初めてですよね。もちろんチョコレートもたくさん食べてますけど、ナッツ類とヨーグルトは絶対欠かしません、うん、だからもともと腸が敏感に私動いちゃうので消化がすごくいいんですが、さらにヨーグルトを食べてるので、結構いっぱい食べるとき私すっごい食べるんですけど、絶対いっぱい汚い話に聞こえるかもしれないけど、あんまり腸に便が残ってないんですよね。常に、うん、お腹がすごいボテッとなることもないのは多分そういうこともあるのかな。あとあんまり、うん、なんか脂肪がつきづらいのか、でもそれのおかげなのか分かりませんが、うん、大好きです。でも特に本当にね、肌のこととかはすっごいことはやってません。でもやるべきことはそういうふうにもしてますし、そんな感じですね。あとは笑うことかな。すっごく笑ってます。ああでもやっぱりこれかな。よくタスさん若く見えますって言われるんですが、私のね、その美に対する話とかすごい書いてあったのでお伝えすると、タスさんのその年齢には見えませんってよく言っていただけるんですが、どういう心持ちで普段過ごしてるかっていうと、毎日私いつでも青春時代を生きてると勝手に思い込んでるんですね。なのでもう挑戦することは挑戦するし、何歳でもいいんです、何歳でもいいんですが、いつもワクワクはつらつと挑戦する自分であることが若くいられる秘訣なのかなっていつも思ってるし、だから娘とバイ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 しながら美について語ることも多分若さの秘訣なのかなと思うし、体力落ちてくることもすごい感じるんですが、そこも、うん、認めながら挑戦する心が、あと笑うことをたくさんしてるので細胞が生き生きしてくれてるのかなと思います。でもう一個ね、魂をクリアにするために絶対これは必須ということがあれば教えてください。これ今ねお話ししちゃった、魂がクリアになるためにはどうすればいいのか、感謝と笑顔です。素直に感謝して笑顔である、もうこれが大前提です。何歳になろうとクリアな魂を私は他の方でも見させていただいてると、心が澄んでます。そして笑顔がとても似合っています。悲観的なことは言っていません。やっぱりポジティブで笑顔が似合っていて、すごく感謝に溢れてる人、魂がクリアですよ。何歳とか関係ないですからね、赤ちゃんの魂がクリアなのは当然のように思うかもしれないけど、何歳になろうと魂のクリアな方は本当にクリアですよ。ということで、もうねたくさんこれから私に聞きたいお話とか質問とか、これからも答えながら、でも YouTube 鑑定とかもあるので、その話もしていきたいなと思います。そして
次回はもっと詳しくお話をしていきたいんですが、今回子どもの日の特別企画、母の日の特別企画を設けました。子どもの日のね、5月5日、そして5月14日、子どもの日と母の日があるじゃないですか。毎年やっています。毎年特別企画でお祓いをすると1人2万2000円かかるんですよ。実はあまり、ね、料金のこと言わないんですが、そしてご祈祷っていうのが1万6500円かかるんですが、それを合わせた金額って結構な金額いきますでしょ。今回の子供の日と母の日は霊がついていればお祓いもします。そして邪気も払います。もちろん一緒に結界も貼ります。それと1年間またお子さんが、そしてお母様が元気でいてねってご祈祷をさせていただきます。そんな企画を、子どもの日と母の日の特別企画をもう開始して募集かけておりますの。ネットショップから子どもの日の購入をして、そうすると私がご祈祷をして邪気払いとかお祓いとかするようになっているので、概要欄に貼っておきますので、あと内容書いておきますので、そちらを詳しくお読みください。次回は子どもの日の企画と母の日の企画を具体的にお話をさせていただきますが、母の日も一緒です。全部期限が5月5日、5月14日決まっておりますので、それまでに間に合うように、そして何歳の年齢なのかとか全部記載しておきますので、対象年齢とかね、対象者とか書いておきますので、ぜひ本当に1年に1回の特別な企画で、特別な料金でさせていただいて、今カウンセリングとかもなかなか受けることができないので、もしうちの子供を見てもらいたいなとか、うちの母をとか思う方は、実は父の日にも同じようにやりますので、まずは子供の日と母の日、この機会にお見逃しなく。期限がありますので、絶対やってもらいたいなという方はぜひ内容をしっかりお読みになって、ネットショップからお入りになってご購入ください。ということで、そうだ、金額言ってなかった。1万1000円でできるようになってますから、その金額が1万1000円でって本当にすごく安価を提案させていただいております。もしよければ力にしてください。精一杯やらせていただきます。それでは今日はね、だいぶ一個一個に時間をかけて答えてしまったので長くなってしまいましたが、まだまだ皆さんがね、私やスピリチュアルのことについて聞きたいことが本当にね山ほどあるので、一個一個答えながら、でも答えない内容もあります。あとねニュースの事件についてとかも答えてくださいとか、なんか政治についてとか首相のねこととか、天才のこととか答えませんので、拉致被害者を探してくださいとか、もうそういうことはお答えしません。私の身に危険なことも起きますし、そこまで関与はしないと決めているので、そういうことは絶対一切お答えしませんので、ご理解ください。ということで今日は以上になります。何か私という人が少しでも感じていただけたらいいなと思います。皆さんとのご縁を本当にこれからも大切にしていきたいと思います。4万人登録、皆さんおめでとうございますと言っていただいて本当にありがとうございます。これからも精進してまいります。また質問内容をお答えしていきますので、楽しみにしていてください。送ってくださった皆様、本当にありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。